はい、片山です。今日なんかちょっとテイスト違うでしょ。これはね、髪の毛を結んでみたっていうロン毛にしか需要がない動画です。違うか。じゃあ早速いきます。でまずね、こちらのエビアンフェイシャルスプレー、これ化粧水なんですけど、まあ、普通の霧吹きとかないんでね、これ代用しちゃうっていう。全身かけます、片山の場合は。で脇もかけるスタイルなんで、もうついでにね、全部もう浴びちゃうっていう。で髪を濡らして櫛で解いていくと。でこの髪濡らした方がね、結びやすいんですよね、結局。まとまってるんで。で今回ゴム2個使います。で早速結んできます。でしっかり櫛で綺麗に流してあげて、今回ちょっとね、いつもより高さ、ここの高さをね、高くしてます。特に意味はないです。違うか。で化粧水と、なじませて完成ですね。スティーブン・セガールヘアの。違うか。伝わらないか、スティーブン・セガールは。でそしたらね、スティーブン・セガール、セガールヘアにスプレーをもう一回つけます。でそしたらね、お団子にしていくんですけど、今回ねじります。もうとりあえず毛先までもうねじりまくりますね。ねじねじして、若干チッコみたいな。違うか。で巻きつけます。毛先を根元に巻きつける感じですね。まあこれ女の人とかよくやってるやつなんで、まあ、髪長い人はわかると思うんですけど、最近片山はね、ほぼこれですね。一番やっぱしっくりくるっていうか、綺麗にまとまりますね。どう思う？でこんな感じですね。普段はね、こんな高く結ぶことないんですけど、ちょっと高く結んでみました。横がこんな感じ、で後ろがこんな感じと。結構綺麗でしょ。でタモリと。違うか。それは必要ない。でまあアレンジですね。サングラスをこうやってつけたりとかね、するといいよーっちゅうね、そういうやつです、これ。でどうせピースすんだろ。ほらな、わかるんよお前。すぐピースすんだわお前。違うか。で今回アレンジ2ということで、一回ねセガールヘアに戻します。で、はい、出ましたポキャップ。こちらね、全4色で、これネイビーなんですけど、今回ね6月11日に発売します。まあ詳細はね、またインスタでお伝えするんで、インスタチェックしてください。でセガールをね、帽子のキャップの後ろから出してあげて、でさっきみたいにまたネジネジすると。でネジネジして毛先を根元に巻きつけると。でそこを根元をゴムで留めてあげるっていう感じですね。これ慣れれば結構簡単に綺麗にまとまるんで。これ帽子の今ね、ここの穴から出してますけど、別に一番下のとこで結んであげても全然大丈夫です。でポキャップですね、こちらが。どう思う？おすすめはこのネイビーですね。で首を回すと、で横から見るとこんな感じと。いいね。で後ろから見るとこんな感じと。どう思う？はい、そんな感じでね、ポキャップ、これベージュですね。6月11日発売なんで、よかったら買ってくださいということでね。片山でした。じゃあね。チャ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 イナシャツ、チャ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 イナシャツ、片山が着てるの、チャ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 イナシャツ。デニムチャイナシャツ、ベージュチャイナシャツ、お前が着てるの、ベロアチャイナシャツ。チャ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 イナシャツ、チャ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 イナシャツ。